こんにちは。日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの三枝クララ・ダビデです。明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いします。2024年一番最初の動画になりますが、今日は今朝受けた啓示をお伝えさせていただきます。なかなかね、厳しい啓示を受けていますが、もうね、もう元旦から能登のね、もう大地震、私もこうね、家でこう10人ぐらい集まって新年会をしていたので、もうそこでね、一斉にみんなのスマホが警報が鳴って、本当にね、もう元旦早々怖い思いをしましたけれどもね、能登半島の方々、本当にもっとね、想像つかないぐらい怖い思いをされたと思います。まだね、こう揺れたりね、本当にこの度の地震においてね、皆様に本当にね、心よりお見舞い申し上げます。そして被害を受けられた皆様の安全と、一日でも早く平穏な生活に戻られますよう、心よりお祈り申し上げます。そして2日ですね、私あまり夫に教えてもらうまで知らなかったんですけれども、羽田空港での航空機接触事故に際しね、なんかね、この能登半島に支援物資を持っていく、そんな飛行機だったかと。ちょっとね、これでだいぶね、引っかかる事故事件なんですけども、人をまずはね、心よりお見舞いを申し上げます。亡くなられた方々のご冥福と、怪我をされた方々の一日も早いご回復をお祈り申し上げます。でもね、もう元旦2日ってね、もう立て続けに、それで私のね、一緒にね、メディアブルーを本当助けてくださっている、仲間たちもね、被災とかあって、なんかね、私もね、なんか自分の身をそがれるような、もう元旦からがこう気を聞いて疲れちゃいましたけれども、皆さんね、同じ思いではないかと思います。でね、やっぱ動画、YouTube ですね、特にテレビより早いので、もうね、いろんな方が山の中に訪ねてくださってて、孤立しているところとか、本当にね、胸が痛みます。で、ね、せめてこれから今年1年、良い方向に向かってほしいと思うんですが、なかなか厳しい1年になりそうで、もう2024年最初の啓示はこちらを、こういうね、啓示を受けました。で、今年もメディアブルの方を中心で頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。もうね、ワクチンだけじゃなくってね、もうピーマンもどうで、やっぱ電磁波、花王さんが気に入らないものとか絶対ダメですし、でね、ここに来てびっくりしたのが、ヌミエの紹介動画もう削除ですよ。だってヌミエっていうのは、ね、文部省がね、戦時中に日本兵のために作ったお薬、このヌミエの紹介動画も削除されて怒られました。本当にね、言論統制がますますね、厳しくなっています。それでね、どういう啓示が見えたかというと、こちらです。これから経済崩壊の津波が容赦なく私たちに迫ってきて、私が見たのが、もうあちこちがますます、今もね、シャッター通りで増えてますけれども、それでもね、踏ん張って商売商いをしてくださっている方が、これから本当に今年ですね、もう耐えきれなくって、多くのお店が、地震かな？入れてますね。これから多くのお店がますます閉店を余儀なくされる。
でもね、こういう個人商店から大きな商店まで、たくさん、潰れていく、もう本当に経済崩壊の津波が今年押し寄せる。で、何年か前にね、こうシャッターって言えばなんかガラガラポン、シャッターガラガラポンっていうのがなんか流行った、岡田さんとかいう人ですか、お笑いの。この、はい、このね、ガラ、なんかごめん、揺れてる、地震かな喋りにくい、能登の方々大丈夫かな。で、このガラガラポンっていうのも、これがもうお笑いではなくて、こう一つ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 のお店がこうガラガラ閉じていくと、もう街が死んでいく、シャッター通りにますますなっていくと、私たちがね、もう昭和の頃とか活気づいていた街が死んでいく。もうね、どうやって身を守ったらいいんだろうってね、思いますよね。で、私昨年はなるべくね、動画とかこちらの活動、こちらのことに取り組めるように、こうお掃除ロボ入れたりとかね、なるべく家のことシンプルにして、物も減らして、でこちら取り組めるようにってしていたんですけれども、元旦の大地震を受けて、もう元旦からもう一度ね、備蓄を見直したり、もう大きくね、見直しました。またね、そんな動画も作っていけたらいいなと思いますが、ライブ配信ではね、11月11日にはその話できると思います。またね、被災された方のね、話も伺えることになっていますので。だからもうね、元旦からね、もう備蓄を見直したり、非常用持ち出しも全部一から見直したり、結構ね、お客様も来るしね、本当ちょっとね、くたになったお正月なんですけれども、多くの皆さんがやっぱりね、備蓄見直してるのではないかと思います。で、私が備蓄してって言ったのが2016年ぐらいから、これから大変な時代になるから、もうどんだけね、あなた、もう毎年毎年、あなた何も起きないじゃないかって、すっごい誹謗中傷、もう謝れとかまで言われましたからね。でも今回ね、この能登半島とかね、備蓄していた方が、今回ね、スーパーに並ばなくって、クララさんのおかげって言ってくださってね、あとガソリンもね、クララさんに言われて満タンにしといたので、助かりましたとかね、言っていただいて、ずっと私は誹謗中傷で辛い思い、まあ気にしませんけどね、良かったと思いますが、ますますね、これから備蓄備えが必要に、で世の中がこうなっても生きていける力をつけていかなければならないと思います。聖書を読ませていただきます。フランシスコ訳から、イザヤ書58章から読ませていただきます。飢える者のために尽くし、虐げられる者の必要を満たすなら、お前の光は闇の中に輝き出て、お前の暗闇は真昼のようになる。主が絶えずお前を導き、灼熱の地でお前の必要を満たし、お前の体を力強くしてくださる。お前は水で潤う園のようになり、欺くことなく水を与える泉のようになる。お前の民は昔の廃墟を再建し、幾世代も昔の基礎を再興する。破れを修復する者、住居のために道を復興する者とお前は呼ばれる。アーメン。これから町が壊れていきます。でも私たちはこの町が壊れる時、古い常識や古い自分、古い観念、全てが破壊され、そして霊的にもね、そしてそれはね、新しい霊の誕生、新しい霊の芽生えと
なっていくと思いますね。あの海の苦しみよく言われますけれども、頑張って乗り越えていきましょう。私たちやっぱ神の子が神の子として真に生きるのに通らねばならない道なのだと思います。今日はね、2024年に起きること、昨年は特に秋からね、泥水が噴火したりとか、地球のね内部がこうねじれるところとか、そういう暮れの秋からね、そういうね、あの自然天災、災害、天変地異の啓示が多かったんですけれども、今年はこう今までのね金融が破壊されていくってい う, こう経済的なやっぱ津波がもう襲ってくるよね。あの頑張って乗り越えていきましょう。もうね、あのお水飲んで、血を飲んで、缶詰食べて生き延びていきましょう。それでは今日はこの辺で、またあの頑張って動画アップしていきますので、応援をどうぞよろしくお願いします。それではまたね、バイバイ、光あれ。